女性のためのこれだけやっとこルーティーン。皆さんこんにちは、埼玉県警察防犯指導班ひまわりです。今日は鍵かけ、ながら歩きをしない、明るい道を選ぶなどの今日からできる防犯ルーティーンを紹介します。これだけやっとこルーティーン。通勤通学途中の階段やエスカレーター、そこに潜む危険からあなたは身を守れますか？スカート着用時など階段やエスカレーターでは盗撮被害に遭う危険性があります。最近ではカメラを紙袋に隠すなど悪質な盗撮が増えています。階段やエスカレーターではまっすぐに立たず半身になって後方に気を配るようにしましょう。特にスカート着用時は防犯意識を高く持ちましょう。身の回りには危険がたくさんあること分かりましたか？今日からできるルーティーンで身を守りましょう。